2006年のカタルーニャグランプリは、ロードレース世界選手権の2006年シーズン第7戦として、6月16日から18日まで、スペインのカタロニアサーキットで開催された。125cc クラス決勝では、アルバロ・バウティスタがシーズン3勝目を挙げた。チームメイトのエクトル・ファウベル、セルフィオ・ガデアガニー3位に入り、地元スペイン人ライダーが表彰台を独占した。 さらに4位には、マティア・パシーニが入り、チームアスパーが1から2から3から4フィニッシュを達成した。ポイントランキングでは2位のミカ・カリオが、今回点灯リタイアに終わったため、トップのバウティスタは56ポイントの大量リードを築いた。250cc クラスでは、アンドレア・ドビーツヨーゾがクラス初優勝を遂げた。2位には、ホルヘロレンソ、3位にアレックス・デ・アンジェリスと続いた。 ポイントランキングでは、トップのドビツヨーゾがリードを広げ、2番手のロレンソに25ポイント差とした。モートジッピークラスでは、スタート直後に多重クラッシュが発生。セテジベルナウ、ロリス・カピロッシジョン・ホップキンス、ダニ・ペドロサ、マルコ・メランドリ、ランディ・ド・プニエの6台が、次々と転倒し、赤旗が掲示されるスやり直しとなった。ジベルナウ、カピロシメランドリは、 点灯時に鎖骨骨折等の重傷を負ったため、再スタートはできなかった。二度目のスタート後は、ケイシー・ストーナーがレースをリードしていたが、九周目にはバレンティーノ・ロッシュがトップを奪う。その直後にストーナーは点灯リタイア、ロッシュは後続との差を広げて2連勝、シーズン3勝目を遂げた。二位には、ニッキー・ヘイデンが入り、ポイントリーダーに返り咲いた。3位には、 ケニー・ロバーツ・ジュニアが入り、ホンダエンジンを積むチームロバーツオリジナルシャシーの KR211V に初表彰台をもたらした。ありがとうございます。